皆様こんにちは、佐久間です。昨日ぐらいからね、急にね梅雨が明けていよいよ夏本番ですね。こんな暑い日なのでね、今日はちょっとまたビールのねお話をしてみたいと思います。で、今日のビールね、ちょっとおすすめなんですね。こちら、じゃじゃん、ドイツのラーデベルガーというビールですね。はい、こちらのビールですね、とても歴史があるビールで、後ろを見ますとドイツで一番最初に、醸造されたピルスナービール、ザクセン王やドイツ最初の首相であるビスマルクが愛飲していました。鉄血宰相というね、あだ名で有名なドイツ帝国の初代首相のビスマルクさんが飲まれていた、愛飲されていたビールです。私ね、一時ビール、ドイツビールハマりまして、いろんなビール飲んでみたんですけど、こちらのねラーデベルガーが自分には一番、合ってました。今日はですね、はい、こちら冷蔵庫で冷やしました、ラーデベルガー専用のグラスも、用意してしました。こちらで今日は飲んでみたいと思います。ビールが飲みたかったんでね、壊れてた冷蔵庫ね、新しく買い直しました。はい、でね、6本入りで、こちらのラーデベルガーね、瓶入りもあるんですけれども、缶入りのが、500ミリのですね、缶入りで6本入りで、Amazon の方で3000円ちょっとで売ってました。はい、こちら今回 Amazon で購入して、飲んでみます。いや、部屋の中暑くてね、あの冷房、窓置きのエアコンなんですけど、ここにあるエアコンね、ちょっと壊れちゃってね。ではラーデビルがグラスに注ぎました。では、今年のね夏も皆さんで乗り切っていきましょう。乾杯。やっぱりね、専用グラスで飲むとね、この香りもね、ホップのね、とってもね芳醇な香りがねこう伝わってきます。そしてですね、とってもクリーミーでね、クリーミーなんだけどキレのある、まとまりのある味なんですね。ザクセン王やビスマルクさんがお好きだった理由がね、ちょっとわかる気がしますね。やっぱ専用グラスで飲むのがね一番美味しいですね。生き返りますね。いや、ピルスナービールなんですけどね、まあ、日本のね缶ビールと同じ製法のビールで、まあ、見た目はねちょっと色とかはね、日本のビールに似てますけれども、味わいはね結構ね、なんていうんだろうな、上品な感じで程よい苦味もねあります。個人的にはね、なんかチーズとかね、そういう食べ物が合うような気がします。ちょっとカキピーとかね、日本のおつまみはちょっと合わない感じがしますね。ではね、皆さんも、美味しいものを食べたり飲んだりしながら今年の夏もね乗り切っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。